ESP8266 は中国の上海に拠点を置く企業エスプレッシフシステムズによって製造されている TCPIP スタックとマイクロコントローラを備えた Wi-Fi モジュールである。2014年8月にサードパーティの製造元である AI シンカーによって ESP-01 モジュールが発売されたことで欧米のメーカーの関心を集めた。 低価格かつ正面積でマイクロコントローラから Wi-Fi ネットワークに接続し、ヘイズスタイルのコマンドで簡単な TCP、IP 接続を行うことができる。発売当時はチップやコマンドに関する英語の資料がほとんどなかったが、前述の利点に加えて大口ではさらに安くなると予想されたため、数多くのハッカーたちによって中国語の資料の翻訳やモジュール、チップ、 そしてソフトウェアの解析が進められた。ESP8285 は ESP8266 に 1MB のフラッシュメモリを搭載したものであり、シングルチップのデバイスを Wi-Fi に接続できる。いくつかのデバイスではオーバークロックすることにより、CPU とフラッシュメモリの両方のクロックを倍にすることができる。CPU は 160MHz。 フラッシュメモリは 40MHz から 80MHz に高速化できる。成功するかはチップにより異なる。2014年10月後半、エスプレシフはチップをプログラムすることができるソフトウェア開発キットをリリースし、別途マイクロコントローラを用意する必要がなくなった。それ以来、多くの公式 SDK がエスプレシフからリリースされた。 エスプレシフは2つのバージョンの SDK を保守している。1つはアートスベースのものであり、もう1つはコールバックベースのものである。エスプレシフの公式 SDK の代替としては GCC ツールチェーンをベースにしたオープンソースの ESP オープン SDK が存在する。ESP8266 はケーデンス1 0リーカ LX106。 マイクロコントローラーを用いており、その GCC ツールチェーンはオープンソースであり、MAX フィリップ部によって保守されている。もう一つの選択肢は、ミハイル・クリガールによるアンオフィシャルデベロップメントキットである。他のオープンソースの SDK としては以下が存在する。ESPW ルー0にエスプレシフ、自身によって開発された ESP8266。 ベースのモジュール上の表において有効ピン数は外部のデバイスを ESP8266MCU に接続することができるクピオと ADC ピンを含んでいる。ピッチは ESP8266 モジュールのピン管の距離であり、ブレッドボードで回路を組む際に重要である。形状はモジュールのパッケージングが 2XQ ディルであることを示しており、 ディップの IC と同様の9ピン2列のデュアルインラインであることを意味している。多くの ESP-XX モジュールは小さな LED をオンボードで搭載しており点滅するようプログラムでき動作状況を表すことができる。ESP-XX ボードにはトレースアンテナやオンボードのセラミックアンテナ、外付けの Wi-Fi アンテナを接続することができる。 外部コネクタなど、いくつかのアンテナの種類が存在している。Wi-Fi 通信は、多くの電波干渉を引き起こすため、FCC のような政府機関は、他の機器への干渉を最小化するためにシールドされた電子機器を好む。いくつかの ESP-XX モジュールは、FCC による認証を示す、刻印の押された金属製の箱に入った状態で提供されている。 ESP-01 モジュールこれらはサードパーティの製造元である AI シンカーから発売された最初の ESP8266 モジュールであり未だに最も手に入りやすいものであるこれらはまとめて ESPXX モジュールと呼ばれ開発システムとして利用するためには特にシリアル TTL2 USB アダプタと 3.3V 電源のような 外付け部品を要求する。新参の ESP-8266、開発者は、脳で回しのような USB2、ユアとブリッジと3 3ボルトレギュレータ付きのミクロ、USB コネクタが基板に搭載されたより、大きな ESP8266Wi-Fi、開発基板を検討することが推奨される。プロジェクトの開発が完了した際には、 これらの部品が不要になる可能性があるため、量産用のより省電力で小さい選択肢として ESPXX モジュールの使用を検討することができる。ESPXX モジュールと比べて多くの他の基板が人気を集める理由は、オンボードの USB2、ユアとブリッジと3 3トレギュレータ付きのミクロ、USB コネクタが基板への電力とよく、コンソールと呼ばれる。 ホストコンピュータへの接続を提供するからである。ESPXX モジュールではこれら二つは別途購入し ESPXX の回路に接続する必要があった。ノーデマシのような現代的な ESP8266 基板はより手間が少なくより多くのクーピオピンを提供している。ほとんどのこれら他の基板 YESP-12E モジュールに基づいているが、新たなモジュールが数ヶ月ごとに登場しているようである。ありがとうございます。